孤高のギタリストジェフ・ベックは自分が押さえたコードが何のコードか知らなかったそうです。まあ天才ならそれでいいかもしれませんけども、まあコードはやはり覚えるべきでございます。まあロックですから、ロックは3コード、3つだけ覚えれば、なんとかなりますので、まあ頑張って3つ覚えていきましょう。コードを覚えるのに一番いいのはやはり曲を、弾きながらその都度出てきたコードを覚えていくと、それがいいと思いますね。で、ロックはほとんど、まあ、ほとんどの曲は、3つのコードで、構成されておりますので、まあ、いわゆる3コードを覚えれば、なんとかなるということになっております。で、まあいわゆるドレミファソラシドを覚えましたけども、実はロックではドレミファソラシドという言葉は使いませんで、まあ、ロックに限らずこういう楽器では、まあ、英語で ABCDEFG っていう感じで使いますね。で、実はこのドは C ですね。だからドから始まる、コードは C になりますけども、やはり、ギターではドシララから始まる、この A から始まるコードから覚える、いわゆるもうね、何でもアルファベットは A から始まりますんで、A から覚えていくということになりますね。で、アルファベットを覚えるには前回はドレミの歌でしたが、今回は、ABC の歌、いきたいと思います。ですから A から始まるドレミファソラシドを弾けばいいわけですね。ちょっと、難しくなりますけどもね、小指なんか使ったりしてですね、まあ、薬指でもいいんですけど、レミファソラ、ちょっとね、変則的ですが、まあ、これが A から始まるドレミファソラシドになりますね。だからギターという楽器は、こういうふうにいわゆるキーを キーを変えても、ドレミファソラシドが簡単に弾けるという、非常に素晴らしい楽器でございますのでね。まあそれぞれとして言ってみましょう。 ABC の歌、これはまあご存知のように、キラキラ星ですね。という感じになりますね。ですね、でこれをコードに当てはめていくと、いうことになりますが、コードですね、コードは A です。 A のメジャーコード、まあ、コードはコード表といいましょうか、まあ、ネットにも、ね、コードの押さえ方あると思いますので、それをもう丸暗記、もうそれしかないです。ですね、5弦は開放、6弦は弾きませんね。弾いてもいいですけどね、一応、強調するためには A から始まって、そして、2220ですね。この0、一番下の1弦の開放を鳴らすのがちょっとね、こういう押さえ方ですと大変ですけども、まあ頑張っていただいて、で手も痛いです。でしばらくすると手が痛くなくなりますんで、まあ最初はこう押さえて、なるかなっていう感じで、最初はブツブツってことになりませんけども、頑張って鳴らしてみてください。 A ですね。そして次は D というところからね、ちょっと三角と私はもう覚えましたけども、こういう押さえ方で、もう一つは E ですね。6弦ちょっと音がまいいか、ですね、 E、 そしてまた A、 この3つだけ。それではコードで ABC の歌を弾いてみましょう。 ABCDEFG ですね、ここまでで、次が実は E のメジャーコードじゃなくて E7 になるんですけどもね、E7 っていうのを、ちょっと調べてみていただいて、で E7、 簡単なのはこの人差し指が5弦の2フレットで、次は開放ですね、4弦の開放と人差し指が3弦の1フレットに来て、これでも E6 弦からですね、E7 なんですけども、小指をですね、2弦の、3フレットに頑張ってつけてみてください。そうすると、
後で、非常に、都合が良くなりますのでね、この E7 これも覚えてみてください。私3つって言いましたけども、まあ、4つ目ですね。まあ E の親戚ということで、じゃあ何だっけ、 ABCEFGHI まで来たら J のとこは A ですね。もうなんか紛らわしいですが AAAK でまた E になりますね。 LMNOP みたいなね、なんかこんな感じになります。最初から言いましょうか。 ABCDEFG で E7 HIAJKLMNOPね、ABCDEFGHIJKLMNOPK って、ABC の歌もまともに歌えませんが、まあ、まあこんな感じですね。ここのミソはこの小指を頑張って押さえると、非常に美しい響きになります。E7 のとこですね。じゃあで A に行きます。 E のメジャーですね。ここの下の方だけするとこう加工していってるっていうのがお分かりいただけると思いますね。実は非常にいいですね。かっこいい響きで見ながらですね。まあこんな感じになりますね。まあ ABC の歌、これですね、まあ最初に、覚えるコードとしてはいいんじゃないでしょうかね。私が最初に覚えたのは四季の歌と言いましてね、マイナーから覚えましたんで非常に暗かったですね。春を愛する人は心強き人、非常に暗かったんで、ですね、あまり練習にも身が入りませんが、まあ、最初は明るいメジャーコードで、しかも3コードですので、これ非常に応用が効きますので、もうほとんどの、ロックの曲はこの3コードでできていると言っても過言ではございませんので、頑張って、覚えてみてください。まあ ABC ですね、ドレミファソラシドは使いませんので ABC で覚えましょう。なんかロックっぽくないなと思われた方ですね、ちょっとロックっぽくも弾けますんで、先ほどのコードが弾けるようになったらですね、かっこよくロックっぽく弾いてみてください。ロックの A はですね、こういう押さえ方はしません。実はあんまりしないですね、これ人差し指で1本で押さえます。開放の1本と先ほどの、4弦の2フレット、そしてその2フレットを全部押さえてしまうんですね。で1弦はあんまり鳴らさない、鳴らすと6って言って非常に、かっこいい響きにはなりますが、まあ、とりあえずでもうこの辺の3つ、5、4、3をもう中心にいけばいいと思いますね。こんな感じで、ね、ちょっとロックっぽくなったでしょうか。こうダウンピッキングって言いまして、ピッキングですね、下の方にダダダダで、で音を狙ってダダ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 、もう少々なろうが、関係ありません、ロックですから。で、次ですね、ここで小指を使う練習したらいいですね。5弦の5フレットで人差し指もあんまり動かさずにですね、また A に戻るとですね。まあこういう練習なんかもですね、ぼちぼちとやっていただければいいかなと思いますね。まあまずは3コード、コードを覚える。でコードは、曲を弾きながら出てきた順番に覚えるということですね。難しいコードは後回しにしましょう。もう無視して結構でございます。まあそういうところでございますね。ではまたお会いしましょう。 See you next time!